見て121型は、ソ連運輸通信省が1978年から導入した、ボロシロフグラードディーゼル機関車向上製の電気式ディーゼル機関車。総出力 8000HP を目標に開発された貨物用機関車である。第二次世界大戦後のソ連国鉄では輸送力の増大に伴いディーゼル機関車に搭載されるディーゼルエンジンの出力増強が続き、 1960年代、初頭の時点でにて10リットル型に搭載されている 10D100 型が最大となっていた。だが、その後も増え続ける需要を満たすためにはそれ以上の出力を有するディーゼル機関車の製造が不可欠となり、1960年代、イコーソ連各地のディーゼル機関車を製造する工場では 4000HP の出力を持つディーゼルエンジン及び、 それを搭載するディーゼル機関車の開発が進められた。その中で、ボロシロフグラードディーゼル機関車工場は1974年に 4000HP の出力を有する2から 5D49 系エンジンを搭載した t 1 2 9型を東ドイツ国鉄向けに、翌1975年には t 1 2 0型をソ連国鉄向けに一両ずつ試作した。これらの試験結果をもとに、 1978年に最初の車両が製造されたのが日手121系である。10連運転を前提にした箱型車体を有しており、運転台は片側のみに設置されているが、短期での運用も可能なよう設計がなされた。前面は初期に製造された4両は、横から見てシグマ形の構造になっている一方、005以降は直線的な外見に改められた。 運転台は、機器室と、独立したモジュール構造になっており、主要機器の騒音や振動が低減された。台車は、ボルスタレス式の三軸ボギー台車を用い、車輪系は粘着力を高めるため従来の機関車の 1050mm から 1250mm に変更された。ディーゼルエンジンは、コロムナ工場で開発された2段下級式、16、気筒。 V 型4ストローク機関である 2V-5D49 型を各車体に1機ずつ搭載し、参照交流動機発電機の A-712U2 型を直接稼働させていた。そこから生じた交流電力はシリコン整流機を介して直流電力に変換され、各車体に6機備わっている GC-504A 型6極直列0時電動機へ送られた。 制動装置は空気ブレーキと発電ブレーキが搭載されており、発電ブレーキ使用時には電動機を発電機として使用し、3 2 0 0ット分の制動力を生み出していた。最初に製造されたにて121から001は製造後に試験運転が行われたが、軸重が26.5トンと重く、ソ連の多くの非電化路線における最大軸重に対応していなかった。 それを受け、翌1979年から1983年にかけて、軸重を25トンに抑え車体長も2万1000ミリメートルに短縮した3両の試作車が製造され、再度試験運転に用いられた。そして同年に製造された日手121から005は、冷却装置が変更されたほか、全面形状が直線型に改められた。 以降はこの車両をもとに量産が行われ、1992年までに、試作車も含め計76両が製造された。量産車は、高出力のためより高速で重量級の貨物列車を、牽引することが可能となったほか、2手10ボルト型より、燃料消費量が8から10%削減され、運転台の作業環境の改善なども高い評価を得た。だが、 その一方で、各部品の故障が頻発し、1987年には、ソ連国鉄側からも公式文書でにて121系の導入に疑問を呈するほどであったが、当時のボロシロフグラードディーゼル機関車工場は、他形式の機関車の大量生産も同時に実施しており、ベアリングをはじめとした部品の安定した供給は難しい状況だった。その後、 1992年12月のソビート連邦の崩壊の影響で貨物輸送量が大幅に減少し財政面でも問題が生じたことから2手121系の走行路線を継承したロシア鉄道とウクライナ鉄道はそれ以上の導入を取りやめたさらに構造が複雑だったことから製造メーカーであるルガンスクリーゼル機関車工場以外での修繕は 困難であり、前述の通り部品調達も難しい状況であった。その結果、1990年代までに、ウクライナ鉄道が所有していたにて121型は、全車運用から離脱し、ロシア鉄道の残存者も2000年代までに引退した。ありがとうございます。